縄初めてですか？初めてではないです。ないです。はい、前回もあのコンサートを同じところで5年前にやらせていただいた。沖縄さん の, あのイベントでですね、5年前にやりました。はい、5年ぶりになのと、あとはメンバー勢ぞろいで来させていただけるのは初めて、グループとしても初めてなので、うん、みんな本当に楽しみにしていて、総選挙はちょっとドキドキするところがあるんですけど、さあの例年よりも緊張というより楽しみな気持ちが多いので、沖縄で開催っていうのは本当テンションが上がっている状態なので、何か私たちにできることをやらせていただけたらなと思います。よろしくお願いします。今回総選挙というね、皆様方本当に大事なあれなんでしょうけど、はい、もし時間があればね、沖縄のいいところ、どこがあの皆さんのお気に入りのところを見つけていただいて、またプライベートでも、はい、リピーターになっていただけたら嬉しく思います。まあ、焼けたら大変なんでしょうけど、沖縄の太陽きついですから、日焼け止めをバッチリ塗ります。楽しみですね。何人ぐらい予想していらっしゃるの？あの観光客ですか？あのイベント会場ですか？あの2興行予定してるんですよ。普通のコンサート、全員でのコンサートが1つと、あと夕方から総選挙という2つの興行なんですけど、それぞれ1万名ずつ、まあ、当然かぶるのも多少あるかもしれませんけど、それぞれでチケットも販売してますし、また沖縄ファミリーマートさんの方で、通常沖縄ではチケット購入難しいわけですけど、それは沖縄ファミリーマートさんがチケットを確保してですね、県民向けに販売するということもできてますので、非常にバランスの取れた、多分7000名か8000名ぐらいは観光客が来るんじゃないかなというふうに思ってます。いわゆる追っかけの、はい、そういうことです。それぞれに追っかけいきますよ、せーの、ティーチタッチミーチ。はい、ありがとうございます。はい、手振ってもらっていいですか？ありがとうございます。あ、無理だ。OK です。すいません、こちらもお願いします。